海軍軍人。最終階級は、海軍大佐。大分県吉木月市出身。旧正大分県立宇佐中学校より、海軍兵学校第51期入校。席次は、入校時293名中146番。卒業時255名中84番。海軍大学校は、主席卒業。戦後、副院長、第二副院局に勤める。 在職中は極東国際軍事裁判の対策に携わる。日中戦争当時には台湾からの中高による都洋爆撃を考案、自ら登場して、これを指揮し、禁止勲章を排除している。しかしこの時の賞金に1万円はついに支払われず、戦後佐藤首相より金杯を受けたのみで、請求権を放棄させられたという。戦場にあっては勇猛果敢な航空参謀。 海軍部官補佐官としては誠実かつ有能な外交官であった。戦後は中毒海軍部官で日独協会の副会長だった小島秀夫に誘われて日独協会の常務理事を務め日独友好に尽力した。また若い人を好み海軍時代や東京裁判での経験をフランクに語りその穏やかな性格と公平な人柄から 教会の清掃年部のメンバーからも人望があったという。裁判対策については、資料収集のほか、戦後に海軍の高級将校、OB たちが行った海軍反省会の場で貴重な証言を多く残した。理由は、後世のために海軍が行った良いことも、悪いことも残し、教訓とするためだったという。また、兵学校において、 高松宮信人親王と同期であったことから、晩年は信人親王費、菊子の食卓を受けて信人新納の日記の出版事業にも従事していた。戦後は副委員長、第二副委員局長サブ長から法務省、司法法制調査部に移り、参与として、同僚の井上忠夫元陸軍中佐と共に1955年から1973年まで、元被告、 弁護人だから資料収集と聞き取り調査を実施、これを数万ページ、約6000冊の資料としてまとめた。長らく非公開のままであり、晩年のインタビューでは、これが早く世に出され、歴史の研究を志すすべての人々が自由に使えるようになるといいと思っていますと語っている。2000年代に入り法務省から国立公文書館へ資料が移管され公開が始まり、 様々な書籍で資料が利用されつつある。一部文献では1957年から1970年までと、ある聴取の一部は、日本国際政治学会太平洋、戦争原因研究部と共に行われた。吉見直と終戦し、なぜ決断できなかったのか NHK 出版、2013年、22、23ページより、 ISBN 978から41億4081万6103別冊歴史と過本特別増刊戦争裁判所刑先新人物往来者1993年37ページ国立公文書館戦争裁判関係資料の公開について主なものとして半藤和俊穂保坂正康井上良東京裁判を読む 日本経済新聞出版社2009年 ISBN978 から45億3216万7080半藤和俊、穂保坂正康、畑久彦,彦、井上良、b c 級裁判を読む日本経済新聞出版社2010年 ISBN978 から45億3216万7523清永聡。 先般をスクエビ CQ 横浜裁判広く新調新書2015年 ISBN 978から41億610万6316などがある。ありがとうございます。